コウチンロアマンガス。今日のアマンガスは新役職モリモリのアマンガス。びっくり箱のトリックスターや釣られたがりのジェスターなどなど、いろんな役職があるやつです。どうぞ見ていってください。どうぞやりましょう。よっしゃーい。よう喋るなこの人たち。ほんまにね。うるさすぎる。人のこと全く言えんわ。ガスミナーしか育ってないわ。あーなんかちょっとホッとするな。ただのクルーメイト今日よう引いたからさね。たまには落ち着きたいわ。今日はなんかまあまあええかって感じやな。ちょっと見とくか。なんか誰なの。七子がエンジンを横切る。無痛貨物、無痛具鉄を貨物。魔王アーカイブ。数珠七子が押しに行った。あとこれができたら、あー怖い。え、怖いってどういうこと。あ、オッケー。誰かに殺されそうになったの。スナザメさん、いやちょっとなんか、バキューカーがちょっと3、2、1って言いながらちょっと追っかけてきたから、ドキドキしちゃった。これバナさんに会ってないっすよ。じゃあバキューカー1人目で、あと1人のインポスターどこだ。あと1人考えればいいのか。早いゲームだな。推理下手やな。したかない。グチツボさんが直立不動で貨物でポエム刻んでたんだけど、あれなんだったのあれ。あでも、待って、その価格盤面の時用の、価格盤面の時用に練習してました、今。練習でできないことね、負けてからないと思って。まあ、犯人を問い詰める時のあのやつね、最後のやつ。アニメの。無痛の仕様それ出るんだったら、あのグッチーが、俺も霊界でお化けになってる時、グッチーが一人で、私はサイレントマジョリティって言ってました。スロー。サイレントマジョリティ。あんまり声聞こえんかったけど。エンジン。よっしゃー。砂ザメダウンロードして金庫してボタン押しに行こうかな。ここに湧いたんであれば。オッケー。あオッケー。やっぱ役職引くとちょっとなんか熱がこもる。もうまったり実況。キリンさん並みの待って。こんばんは。さあ今日は来た。怖いそれファンキーさんのサテトぐらいやばいやつ。やばい。来たじゃない。一回スキップしました。とりあえず。とりあえずプルって配線どこ。あキッチンやらな。ミスってる砂さん。はい砂ザメアーカイブ。砂ザメアーカイブ。よいしょ。ファンちゃん。なんかファンちゃんに殺されそうで嫌だ。でも俺はもうこれをやり遂げる。きっとやり遂げる。いやー今のファンちゃんインポスやったら絶対やってるやろ。逆にちょっと白くなったな。結構白いな今のは。そこで停電起こしてさ、もう俺やる気で起こしてる。誰だ。ズーズー。モロコのスキン。あはい。やってよ。何よ。え、何ですか。今ズーズンってやりそうじゃなかった。あ、やりますか。いいっすよ。はい。僕のこと知らないと思うんで自己紹介させていただきますね。俺だけにありがとう。ズーズンズーズンズズズズズザパンズーズーでーす。お前なお前こいつ中野っち村みたいなことしやがって。ズーズンこらちなみにクルーさんだけやがって。お前そんなにもやるってやがって。どうした。おらあれ、はい、9秒前には死んでます。2歳マー君が弁当入ってるの見ました。いや、後継者、いや、
結局言うかよ。本店の社長さん。あれ今のはイエスの。もう終わりじゃん。壊れた。壊れた。とりあえず下位置だけ落としますね。ラウンジに、これはトリッピー君の下位かな。落ちてました。はい。うん、以上です、ね。はい、どうぞ。あとは。ラウンジだったの？あそこに楽しみください。あ、いや、僕、カモトなんだ。色違いから間違えたんじゃないですか。あ、そういうことか。でも、すぐ下ですよ。フルコンさんが下にそのまま行ったら見つけるから、その前から負けゆかが真央さんがだからズズが引き止めたんだ。フルコンさんは余計なことしたな。でも俺もそれもなるほど、ね、もある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 やわ。何やそれ。あ、言ってない言ってない言ってない。俺が引き止めたから、びっくりした。村目線だと多分負けゆかと俺って多分イーブンなのね。だからイーブンじゃないじゃん。イーブン、イーブンなんだ。あと議論姿勢かな。で、議論姿勢で言ったらね、白いから。俺の姿勢なんだ。ちょっと議論姿勢一旦フラットで考察、本当に白くて、うん、考察いただいてもいいですか。あ、で誰が言ってんの。ちょっと、うん、ラウンジとアーカイブのその中間あたりで僕ズズ君ととりあえず直近ですれ違ってることだけはとりあえず言っておきます。うんうん、はい、すれ違ってすれ違ってる。あとはどうぞ。うん、すれ違ってる。うん、じゃあヒロ君してもうズズ君流れな気がしちゃったけど。いやいやいや、ごめんごめん。さっきの切るズズの象徴的これじゃあバケユカ、今色姿勢で見ると、バケユカのことをバケユカの議論姿勢を見ると多分バケ、いや議論姿勢だよ、議論姿勢。うん、あのなんか強い人の言い立てるだけだけどな。だよ、議論姿勢言いたいだけなの。やめろ。グッチが相方か恋人かどっちかだな、グッチーはな。え、その2択でいいんすか。え、でもバケユカじゃなくてウキイチ洗ってほしくて。そうですね。まあ、弁当に入ってる生地があるじゃん。広い、確かに。でしょ、白い。だそしたら薄いな。これ両方ずずないだ。バキューカーから釣るべきでやって。はいはいはい。とりあえずみんな怪しいと思う方に入れよう。じゃあ。うん。確かに。ずずに取れない。弱え、真央さん。弱え。弱え。なるほど。ゼロキルやろぞ。マオゼロキルでしょ。あ、でもちょっとインポスター、インポスタークルー来たね、とうとう。うん、相方どうだろうな。相方天国来たし、もう普通に言っていいな。秘密の共有ができてたら黙ってたかもしんねえな。ナナコさんにしか言えなかったからな。うんうんうん。七駒を二郎がね、ちょっと怖かったんだよな。あ、終わった。ある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 。ノイス。あるあるす。一応、僕まで言っときます。いや、もう行かなくていいかなって。あ、しかもあれだね。恋人じゃなかったね、マオシ。あ、ほんまや。確かに。そうですね。二郎来てて。うん。ちょっとできる恋人説ある。ズズに切るな。うわー、これ。ズズ、裏切り者で草。そうやで。俺マオの勝利なくなったで。ラウンジってラウンジトイレやってるの横目に行ってるから。あ、まあ。マジかよ。でもそうやな。うん。したのはトリッピーないね。クルーが勝つか、ズズが勝ったらまあ、残ってるってこと。弁当はあの、もう初日です。あの、マオはもう勝てません。に、あの、ドア開けようとしてミスって入ってた。そんな、ああ、俺もやったわ、一回。でも、ちょっと、死体が出るまで黙っとこうかなと思って。はいはいはい。いや、かわいそうだけど。なので、俺はもう2日目の頭からそれ聞いてたので。じわ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 。で、これ今ミーティングルームに箱がありました。あ、箱ね。箱がありました。箱。箱がどこと繋がってるのか。じゃあミーティングいた人は怪しいってことか。そうね。七子さん、お縄についくときが。なんでなんでそうなの？なんでなんで一応ゲロッと出したな、ついに。今ついにボタンを押したってことは、七子さんがインポさんに、で、その。ミーティングにいるっていう証拠だよ。うん、オッケー、サムさん、あの前の日までにミーティングにいた人ですね。このターン、俺と鈴くんがミーティング上がってそれ見つけてる。高田村パッション嫌だわ、マジ。ミーティングに。さとい、さとい感じ。嫌だわ。さといが。変わっちゃったな。さとい奈々子な。これいつから教えられるんですね。あれ、ボタンとか押す人とかもあるよね、多分知らんけど。いつも怪しい。そうっすよね。あ、でもグッチー他に全員。めちゃくちゃだな。他にミーティング行った時、グッチーは。誰か見た。フルコンさんが来ましたね。
あ、オッケー、フルコンさん死んでるね。フルコンさんは死にましたけど、フルコンさんは来ました。前日ピンポ前日ピンポで行った人ミーティング、それともこれまでで行った人これまでで行った人これまでこれまでこれまで行ったこれまで行ったっけな。箱が置ける人ってことでしょ。そうそう、多分さすがに、うん、まあ初手ボタンもあるし、ね、うん、絞るのは無理かなと思ってます。多分、はい、ごめんな。箱を置いた場所に状態を量産させるのもな、ちょっとな。うん、マウスの勝手筋、あれが一応あんのか。うわ、うん、これ怖いよな。あの箱強いよな。ふんって飛んでみて殺して、また戻ってって。そのコックピットアドミン情報も取りにくいよね、あの飛び方やったら、ね、あれ聞こえてないの。ズーズン、もうこれズズに何聞こえてもいいから。あ、面白い。あぶねー、ジェスター死んじゃった。おー、これは来たね。これ来てるな、来てんな、ズズ。あ、これズズ来てんな。面白バナナだよ。なんやこの面白バナナ。黙れ。面白いな、その格好。面白バナナさん。おもろさで売ってんだからおもろいよ。おもろいことするわ。おもろいことして。中入れ。中入れ。こんなとこでキルクール貯めてないでさ、面白いことして。ねえ。ベッド入って直しに行こう。お？どれ行くんだ？ここで全部見えるぞ。ここに立てばすべての弁当が見える。ねえ、いかんのかい。俺たちを守ろうとしてるのかい。お前見に来たらな、お前地獄の果てまで。行くんかい。行かんのかい。行くんかい。行かんのかい。行くんかい。行かんのかい。行かんのかい。あれ？あ、どうする？どうする？あれ？あ、なるほど。シャン、シャン、オッケー、素晴らしい素晴らしい。ドキドキしてるな、ドキドキしてるな。テンション上がってる。何？ドキドキしてるな。どうした？ミケルしたの？これなんか、あ、ファンキーさん、ミケルしたの？あ、やべやべ。貯めてる。それから貯めてる。貯めてる。ファンキーさん。貯めてる。これ弁当下がるね普通に。ちょっと待って、展望も見たい、展望。あ、了解です。死ぬぞ、急いでくれ。やばい、ここだ。うわ、間に合ったー。いくなよ、通報すればいいのに。すげー、やばい。ズズの無双が恋人。ああ、ほんと来た。めっちゃ減ってない。あ、しかもこれ砂ザメと協力できんのか。今平さんと一緒に、これ砂ザメさんが間のところにいて、平さんが二人死んでるって話をしてたんで、探しに予想を当てないとダメ。わかんない。扉が閉まってたんで、まあ繋がってる可能性はある。絶対あるだろうなと思って、どっかで言い合って。レポートしてたら真ん中の方でレポートが来たので、発見。まあ、真ん中メインホールってこと？いや、キッチンの真ん中らへんでグッチの死体発見って感じです。死んでたのは誰と誰で、平さん。これ、あ、ちょっと記憶が怪しいんだけど、あ、最初グチツボくんとファンキーさんが死んでて、追加でムツーさんが。続かったらすごいぞ。スナさんがね、気づいてて協力できれば。最終位置ってどこ？皆さん。巻き床にすれれば。でもあと一人確かにキルしたらもう釣られないの。そうやね。PP できる。じゃあもう勝てる。巻き床にすれれば協力して。貨物の方探しに行ってラウンジ。俺何しても絶対負ける。うん、そう。あのアマオはリアクター勝ちがあるから連打。はずなんですよ。で、なるほど。貨物の方のとか、平さん見てくれてると思う。リアクターで勝てばインポスター勝ちなんだ。そう。リアクター右側辺歩いてるはずだから、そこら辺ずっと死体がなくて、この人数だったらリアクターあるぞ。西体も左側で起こってるだろうなと思うので、もう多分砂ザメさんかズズかのどっちかって感じなんですけど。なるえ、バキウカが発動される理由は？バキウカは毒も釣られても終わる。いや、ちょっと待って、どっちだけ教えて。どっち釣られても終わる。秘密ですよ。多分ね。どっち釣っても死ぬ。ズズくん、ミーティングで私カチ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 ずっとボタンを押してて、
で昇降機の方直しに行ってたから、うん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 、そう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 見てるんよ。ちょっとすみません、あれマジでマジでわからん、うん、バキューカは真央くんつってるので、うん、ああ、砂川さんとズズさんは三キロできないって言ってるけど、え、身内切りで全然なくない？1キロはできるけど3キロは絶対無理。シェリフ行ってもよかった。かまうんや。当たり判定ってなると、これ7個ぐらい。でももう俺砂川さん、いや平さん、砂川さんだって砂川さんミーティングでいるでしょ。上に行ってるもう一回出そう。あ、ぐちゃぐちゃさしてる。まだまだわかるかも。おお、スキッタースキッタースキッタース。まだあるまだある。まだあるまだある。まだあるまだある。これちょっと応援しちゃうな、ズズ。応援しちゃうな、これ。悩んでる悩んでる。砂さんがね、あの恋人ならではの煮え切らない感じで言ってるから、うん。いやもうタスクなんかどうでも見たいわ。見たい見たい見たい。どうやろタスク。うわ見たい、どこだ。どこにいんの。どこどこどこ。どこどこ。十四十四ぐらい経った。十四。お前なんかね。お前ね、直してやるよ。ごめんごめん。待って、そもそも聞かれただろ今の。今の3キルが恋人が死んでる可能性は、うん、聞かれてね、あるのか。な、結構ないことはない。一応村としては恋人のケアもしなきゃいけないし、あるある。あと、うん、テルテルのケアもしなきゃいけないから。あ、恋人のまだあれ発覚してないのか。そうか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 。うんうん。平さん今何してるの。まあでも、うん、僕ね、そうかそうかそうかじゃねえよ。最初からね、もうズズズさんがインポスターだと思ってて、で僕シェリフなんですよ。ちょっとカミングアウトすると。ズズさんに切りたくて、ここに来てのシェリフ待ってます。いや、はい、それはやってくれた方がめっちゃいいと思います。うん、ジェスターケアになるから、うん、絶対に、うん、ね、ぜひやってほしい。はい、それはじゃあエンジン決戦の方がはっきりするかな、うんうん、いつものエンジン決戦、いつものエンジンのやつ。エンジン決戦、これズズ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 ズが切り勝ちしたら PP できるよね。そうだね。誰になる。いやいや、あ、そういうことか。これ50パーだ。砂場まで。砂場目線だと、連打勝ちしたら。いないで変わってくる。で、恋人がいる場合が、うん、その七個平恋人がありえちゃう。うん、はいはいはい。うん、で、恋人がいない場合、誰がインポスターだっけ、ね、ズズ平七個のうち誰だろうっていう感じ。でバキューカは一番白く見ちゃってるけど、うん、仮にバキューカが恋人だとしてもずらせない。マオくんを釣る盤面ではな。ちなみに昨日の3キルはバキューカ7個ヒラさんはもうほぼほぼ無理ですね。2キルもできないと思います。まあ、いやまずラバーズ消したいんだよな。でもこれ砂ザメスのラバーなんじゃねえの。それもあるし、え、じゃあインポスターは誰なる。7個3してるヒラさんにどっちか切ってもらうとして、うん、あ、そうだ、ズズ君釣ると、そうか、あのあれか、ズズ君がインポスターだと七個平が勝っちゃう可能性あるのか。あ、そうそう、そこが、じゃあ、平、うん、さんに砂ザメさん切ってもらおう。平君に、あ、なるほどね、エンジンで、ヒラ君が、これいい流れや。エンジンで砂ザメさんのこれいい流れじゃない。うん、オッケーオッケー。言えないよね。じゃあエンジンでね。多分。俺席いるんで、あ、その方がいいか、確かに。あれ、なるほど、確かに。これ切れないはずやね。これ俺自分のインポスターが混乱したら最悪にしたい。上がっても3人切れないはず。エンジン、確かにこれ砂沢さん切っちゃうとヒラさんになる。バケナナの恋人ぐらい、うん、あ、じゃあこれ行ったぞ、これ行ったぞ、で PP や、切れないはずやからな。これサブタージどうすんの、これどうすればいいの。もう任せ、まあ何でもいいんちゃう。見たい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 。どうなんの？多分僕はあの現地で見守るという指示が。ピラ君が砂ザメさん切るからサボタージしなくていいんじゃないですか？眺めるです。まあ、もしは勝ちたければリアクター鳴らすぐらいで。あ、そうか、まあ、もしは勝ちたければリアクターとりあえず鳴らす。なんでそんなの？セキュリティ顔いる。あ、ヒラ君、ヒラ君はここ、ヒラ君こっち。ずず来ない方がいい。はいはいはい。うん。あ、そうね。ちょっと重ならないように。おお、ピピだ。ピピだ。はい、間違いなくピピだ。砂ザメさんを打って消し飛びました。はい、間違いなくそうだと思いますので、うん、ピピ、なのでズズさんつって終わりだと思います。ピピしかないから。釣れない釣れない。俺が、はい、待って、俺が釣られても次は無理だな。いや、俺じゃない。ちゃちゃ、ピピピピピピだから大丈夫。勝ち確理由って魔王さんを釣ってるからって話になる。勝ち確よ、釣れないの絶対。
まあ、ここだけそれだけの時に結構アリバイがあるので、あれまあ多分無理って言ってもらえると思います。3キルの時っていうのは、砂さんか奇跡そういうこと考えてなかった、うん、ついさっき、うん、どっちもかな。え、アリバイあるんですけど、バキュアルがそっち側で見てるってアリバイってなくない？い今、バキュアルが時点で白くなるって言ってる。砂染め視点わかんないのか。頭の中で混乱してて。あ、ラウンズでバキュアル側を見てるので、右側、左側のキル難しいと思う。あ、ズズにちょっと一応引き下げて。砂染めさん、ラバーズ生きてるのわかってるはずだから。恋人の場合。あ、じゃあズズスつろ？ズズスリーで言われたら。自分はズズ君入れる。じゃあ、もう僕はバキュア側をするわ。スキップ入れるわけじゃん。あ、スキップすんの。七子さんとズズ、じゃあ、がスキップに合わせて、じゃあザメさん、じゃあもう負けだから、はい、もうこの時点で2人が繋がってる時点で負けになるから、うん、もう俺は別にズズにするとしか言わないし、だって七子さん絶対もうスキップをするでしょ。だってそうしたら、いや、じゃあ、うん、いいよ、じゃあ俺入れるね。あ、まだ言わない感じか。いや、分かってそうやな、砂さん。別にスナザメさんがズズ入れようが、バケルがズズ入れようが、まあまあ、じゃあ自分は一緒なわけじゃん。そう、ズズ大丈夫これ、いや、多分分かってると思うよ。むしろズズの位これズズ砂のさ恋人ケア忘れてね、うん、俺ら七子さん、そうだ、ね、あ出た、ズズ砂だった場合負けになる。そうだ、いいぞいいぞいいぞ、平七のやべえ、まあ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 、やっちゃった、まあ、やまあ、やばい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 、そうだわ、すげえ、まだタスクショいやー、明かさずにまだモテ遊んでるな、モテ遊んでんな、砂染さん、うん、勝ちだ、うん、いやいやー、来たねー、マオの勝ちまだあるよ、まだマオの勝ちある、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 マオの勝ちあるよ、マオの勝ちあるよ、あと70秒、あと72秒、マオの勝ちあるよ、めっちゃ面白いけどな、マオの勝ちあるよ、あー、いや、これはグッドゲーム、グッドゲーム、マジですごいすごい、これはすごい、いや、これはすごい、あー、やったー、よかった、砂さん、さしてくれて、マジでグッドゲーム、これは、いや、これはすごいわ、すげー、これはすごいわ、これはマジでグッドゲーム、すごい、あー、マジで焦ったあれ、ファンちゃん、あっちも見たいって言わんかったらな、いや、ね、あれ、見ようや、それだけ言わなかったら、でももう本当に平さんだけ天敵だったよ。ああ、そっか、ああ、そうやわ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 、ね、その間にキルクールが溜まっちゃったんよ、ファンちゃん、あれ、あそう、超そうなんよ、コクピット見ててさ、いや、これ絶対あるって思っちゃった、結局先般こいてズズごめんねって言ったら、実は寝取られてたけど、ズズめっちゃ頑張ってたから最終的に協力するっていう、そうそうね、マオの勝利なくなったからな、急に俺の勝利早々になくなったけど、なんかあんたの声応援しちゃうよぐらいのテンションになってうん、なかなか見れない、しょうもない殺され方したけど、よかった、しょうもない殺され方俺もしょうもない、俺も喋ってみましたけど、この試合めっちゃ楽しかったそう、でもあれも俺、いちいちずず読み止めへんかったら、その向こうに下やったのにな、俺もアホやわ、なんとか引き止めんとっていうよしカードでよかったと思ってるそっちはそっちでドラマがあったんだ、そう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 、いや、なんなら俺がズズにやってよっつって引き止めたからな、なんかいや、なんか巧妙やったよ、30秒きっかりギャグやってそうすれ違った瞬間に一瞬だけズーズンってやったじゃん、そうで気にならってたんだよ、ズズはだから自然やって、自ら聞いて聞いてじゃなくて、すれ違う瞬間ちょっとだけギャグを見せて、何何何って俺が聞いちゃったよ、ギャグのサムネイルだったんだ、ギャグサムネイル、ギャグサムネイル、ギャグサムネイル、ズズの一発ギャグはまるまるだったっていうやっと役に立ったギャグが